ばい、これやばい、これこう思うしかないって感じなのかな。自分ちょイケメンすぎるだろ。なんだこのイケメン、かっこいいすぎる。ハスクめっちゃかっこいい。わーお。アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ハズレンホテルへようこそ第4話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。ハズレンホテルへようこそですね。やっていこうと思うわけなんですけれども、相も変わらず続いている完全にディズニーのような、ミュージカルのようなこの作品続いているわけではあるんですけれども、前回新しくカミラ・カーマインという武器商人が現れていて、まあなんかチーム V と揉めているぞみたいなところだったりだとか、天使を殺した犯人は誰だってなったらカミラで、何か守るためにやらなきゃいけなかったりだとか、まあ結構なんか各々の勢力で各々の事情がありつつも、なんかやっぱりチーム V がきな臭いなっていう雰囲気にもなってるし、まあなんかたまごちゃんがちょっと話しちゃってるのが気になるところではありますよね。はい、というわけでいろいろと気になるところではありますが、今回またどうなっていくのか、ホテルの面々はどういう風に絆を深めていくのか、楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さあ行きましょう。プライムです。プライムビデオで見ております。This episode contains the sexual assault before the selection. 何って書かんないわ。まあでもなんかちょっと18禁な過激な描写が含まれますよって言ってるね。まあだからなんか性的暴力的な描写が含まれますよって、もうだいぶ直球になってくるってこと？前々回からまあ下ネタは絶好調なんですけど、この作品いきましょう。クレジットバイビビアンエドラーノ。さあキランさあエンジェル捕まってる。おっうわっボスあれチンプイのうわあらそういうあれか、ビデオか。あパワーが強いな。ああなるほど、一番出来のいいビデオ。ティワニティとはうんわお、まあ、芸術なのかも。あらわおああなんとなくまあなんとなく見終わってるわけだね。ある種プロファイルは終わってるんだ。優秀だなハスク。あら自分を偽る。まあ本質はついてるんだろうなハスク。呼ばれてる？うん。わあ信頼エクササイズ。ボスからうん。まあ。まあ。あ、マジむずい。いけるかな。あら。あ、これ本格的に脚本を。あら。まあ、批判はされるけど、なんやかんや。さて。まあ、チラ見ながら。あ、チャーリーくそ、すごい、突撃すぎる。わっもう突撃すぎる。バル見つかった。すごいな。ううやばいな。すごい。まあでもなんかこれ、でも見られたくないよね、多分チャーリーには。すごい。なんか聞こえてる。すごい。声入ってる。すいません。勧誘活動です。やばい、怒ってるよ。その風当たり。やばい、これやばい、これやばい。この幸せ全部多分エンジェルに行くよね。わお。やばい。チャーリーの分までブチ切れられる。ごめんなさい。やばいな。契約されてる。アンソニー？やばいな。やばいな。想像以上にやばいな。エンジェルがいないとバルが機能しないのかと思ったら、やばい。空回っちゃってるな。結局のところ、やっぱり上下は確実に決まってるな。わあ。すごいな、この。バッドエンドがいつも待ってる。うわぁ、もう、とらわれだな。すごい、この歌。いやー、でもこう思うしかないって感じなのかな。自分を偽る。これが嘘ってことだろ、多分全部。本当はこうありたくないと思ってるけど。逃げられないんだ。うわぁ。ボックス。なんか全然変わったな。イメージが。金になるエンジェルに逃げられて振り回されてる側かと思ったわ。バレンティノ。ああ。うわぁ、ハスク。いやでもこうしないと多分狂っちゃう。そうか。完全に見透かされてるな、ハスクには。あら。まあ。ハスク頼む。ああ。ああ。まあ、行くしかないな。わお。完全なる薬物。わお、媚薬だな。真面目なハスク的には結構わ、ハスクかっこいいな。ちょイケメンすぎるだろ。なんだこのイケメン。でもうわ歪んじゃってるな。でも本当に頼りたいけど頼れない。こうしないと。そうね、助けてほしいけど絶対助けられないと思ってるから。あらさああ。来た。やばい、イケボすぎる。人に向かって吐かないでください。あら。おお。いいね。おう。タラッタラ。おーん。あ、いい。いいね。おー、エンジェル。けいる。ああ、歌の伸びがいいな、エンジェル。いいね、歌が良すぎる。おお、いい。そうか、アラスタに逆らえないとバレンティノに似たものなんだな。でもあ、もうわお、ルーザー。お、あららららららら。お、なんだ。わお、ちょ、かっこよすぎる。ハスクめっちゃかっこいい。わお、ナイス。ああ、大幅に打っております。わお。そんなもんさ、人生なんて。オッケー。わお、いいね。あ、ハスクとエンジェルいいな、いいコンビ。あら。でも助け、引き取って。なんか、なんやかや構成とかいろいろとあるけど、いい感じになんか動いてるよね。なんかでも、もともとかなりハスクはまとも寄りではあるよね。でもなんか、その、結構やっぱり自分が負けるという事実に対して、なんだろう、ふてくされるあれと自分を偽るエンジェルが、お互いにいい作用をし合ったんだろうな。いや、いいわ。今回めちゃくちゃいい。超いい。ハスクめっちゃかっこいい。最高。A24。Amazon Studios。いや、めっちゃ良かった、今回。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、超おもろいな、この作品。マジで見てて。いや、歌がね、すごい曲がいいのがね、まず一番でかいっすね、僕の中では。マジでいい。超いい。曲がマジでいい。本当にいいし、やっぱりこのハスクとさ、エンジェルの、この関係性めちゃくちゃいいね。エンジェルもさ、なんかもう自分を偽るしかなかったんだよね。だから、やっぱり借金なのか何なのかわからないけれども、やっぱりこうバレンティノにこう飼われてしまっているっていう現実からこう目を背けたいんだけど、でも目を背けるっていうことはあるっていうことを認めないといけないわけじゃん。そういう現実が。でも、それを私が好きなことだから、楽しくてやってるからっていう風にしてしまえば、すごい楽なわけじゃん。辛いことも辛くなくなる。それこそどんな辛いことも仕事だからと割り切って自分の心を殺すのと同じで、やっぱりそういう形で自分を偽りながらも生きてきて、なんとか自分を隠して、なんとか弱い自分を守りながら、こう生きてきた、やっぱりエンジェルにとって、ハスクのこの言葉っていうのはめちゃくちゃ刺さったわけだよね。やっぱり、あんな風に直球でズカズカ言われてしまったら、やっぱり触れてほしくない部分だと思うから、すごい辛いだろうなーっていう風に思ったけど、それでも、やっぱり、ハスクがそれでもそばにいてくれるし、そんなお前もいいじゃないかっていう風に言ってくれる。うん。ある種、むき出しのハスクと、こう、ね、いろいろと話だったり、やっぱりこう歌でこう分かち合うことによって、なんか開き直ることができたよね。開き直れずっていうか、なんか変な開き直り方をして苦労していたところがあったけど、うん。まあ心は摩耗、心が摩耗するかどうかは、まあこれからのバレンティノとの付き合い方にもよるだろうけど、まあ変な形にね、ずっと、力を入れなくてもいいんだよっていうのはあるわけだよね。うん。まあちょっとバレンティノとの関係性は意外だったな。バレンティノがめちゃめちゃね、強いのは間違いないなっていう風に思ってはいたんだけど、まあどっちかっていうとエンジェルの方が立場的にはやっぱりスターだから上で、やっぱりこう、じゃじゃうますぎて、すごいスターがあっちこっちホテル行っちゃったりなんだったりで、手つけられないよ、大変だな、みたいな手綱を握るのも本当に大変だなって思ったら、もう完全にバレンティノに飼われてるわけだね。逆らえないんだ。うん、それでもなんとか逃げ出そうとしてうまく逃げてきたけど、やっぱり仕事で呼ばれたら行くしかなくなるっていうところ。いや、なかなかに恐ろしい。バレンティノを倒したりとかできるんだろうがね。うん。でも本当にね、やっぱりバレンティノから解放されたら、エンジェルは自由に生きれるわけだよね。うん。まあ、それまでが多分、ね、あのまま多分こうやって解放されても、多分、今までと生き方は変わらないし、変えられなかったと思うんだよね。あんな風になんか悪い奴らに酒になんか薬入れられて、やっぱりこう、なんて言ったらいいんだろう。なんかもう、なんて言ったら男に襲われたりだとかなんだったりだっていうのは、いろいろあるかもしれないけど、でも、ハスクとこうやって心を分かち合った後なら、多分バレンティノにバレンティノから解放されても、多分まともに生きることはできるよね。うん。やっぱりありたいように、生きたいように生きることができると思う、多分。あのままだって解放されたら、だって、やっぱり、解放されても俺こんなんなのか。でもそうだよね。僕ってこんな人間だもんね。こんな悪魔だもんね。みたいな、そんな風な開き直り方しかできなかっただろうけど、少なくとも選択はできるよね。どういう風なのがいいかっていうか。いいな。でも、ハスクのその見抜くところとかめちゃめちゃかっこいいしさ、トランプ使うところとかめちゃめちゃかっこよくない？いや、なんかさ、すごいさ、ハスクも同じように負け犬とか言ってたけど、やっぱりなんか賭けに負けて、魂をアラスターに支配されてるっていうような関係なんだよね。だからこそエンジェルの気持ちもわかるし、だからこそもう逆らえねえからいいや、みたいな感じで、ふてくされてはいたけど、まあ、そんなやっぱりなんかちょっと諦めのハスクと、守るために前を向いてしまっているエンジェルと、なんか不自然に後ろ向きなハスクというか、不自然にニュートラルというか、もう本当にただただニュートラルなハスクと、やっぱりこうなんかとにかく不自然な形でもいいから自分を保とうとするエンジェル、お互いいい作用があったっぽいですね。いや、いいな。エンジェルを見ることによってハスクだってやっぱり関わりたいっていう風に思うようになったし、やっぱりこういろいろと見てて、なんか、いびつなものを直したいと思うようになってるわけだし。いや、いいな、いいな。なんか、こう、うまく言語化できないけど、すごいなんか二人の中でいい空気が流れたなって感じがあるね。ハスクめちゃめちゃイケオジで好きなんだけど、やばいわ。いやー、でもこれは当面やっぱりチーム V が敵ですね。なんかある種ね。悪役って言ったら誰って言われたらやっぱりチーム V になっていくと思うので、この構成の障害になっていくチーム V をどういう風になんとかしていくのか。少なくともだってね、エンジェルに関してはバレンティノから解放されないと、やっぱり少なくとも構成の道っていうものはないわけだから、どうなってしまうのかわからないところでありますけれども、まあなかなかね、やっぱり苦戦しながら進んでしまっている、やっぱりチャーリー、これから先どういう風にまた構成の道を進めていくのか注目していこうと思います。以上、ハズビンホテルへようこそ第4話でした。バイバイ。なんかうまく言語ができなかったわ。